そのだ一さ3月30日隊は、以後の騎士、大阪府出身、関西基因所属、小川正春六段門下、九段、天元戦、五星戦挑戦者など、中央を志向する独創的な棋風で、西の宇宙流と称される、1968年入団、1977年棋聖戦八段戦で優勝、同年天元戦決勝に進出し、 島村俊博九段に1から3で敗れ準優勝。1978年九段。1983年に、棋聖戦の九段戦で5位、全段総破戦、ベスト4となり、最高棋士決定戦では決勝に進出するが、3番勝負で、林美穂に0から2で敗れる。1986年、88年にも、天元戦で挑戦者となるが、 小林光一に1から3、超地君に2から3で敗退。1998年五成戦挑戦者となるが、与田ノ本に0から3で敗退。関西起因第一位決定戦では、優勝3回。1994年には、弟子の今村俊也九段と決勝を争って1から2で敗れている。厚みを重視し、接点打法とも称する大模様を目指すスケールの、 大きな気風は、その打流とも、竹宮正樹の宇宙流になぞらえて、西の宇宙流とも言われる。囲碁理論も独特で、生きた石の近くは、小さい、美人は追わず、血は囲わず囲わせるといった、独自の格言でも知られる。2001年には、NHK 囲碁講座で、その打流基本戦略と題して、講師を務めた。文下に、今村俊也九段、田村千明二段ら、 左利きで、左手で石を打つ。星の定石で、白が2線に滑ってきた形で、隅の A に受けずに、黒1と高圧する手法を打ち出し、5階に定着させた。第14期天元戦挑戦手合5番勝負第1局、長智君天元、園田イ十九19段1988年11月17日、第14期天元戦で、園田は1回戦。 マイケル・レドモンド、二回戦で、工藤のりに勝ち、準々決勝は、対戦相手のヨダノリモトが病気で不戦勝、準決勝で、竹宮正樹、決勝で、小林聡を破り、三度目の五番勝負出場となった。第一局は黒一が、その独特の広げ方で、白十に手を抜いて、黒十一から十五と上兵を拡大した。この白は A から右上に侵入したが、 黒はコーダで下辺から上辺に繋がる大模様を築いて優勢とし中央から下辺に侵入した白石を捕獲して半目勝ちで戦勝した。第2局以降もその他の大模様に蝶が踏み込む展開となり4局目もその他の半目勝ちで2から2としたが第5局は敗れて天元獲得はならなかった。ありがとうございます。